アドラーのフードクレストマークアドラーは1900年から1957年までドイツに存在していた自動車とオートバイのメーカー及びブランドである。社名のアドラーとはドイツ語では死を意味する。他に自転車やタイプライターなども製造していた。第一次世界大戦以前、アドラーはドディオンブートン製の2気筒または4気筒エンジンを搭載した。 排気量 1032cc から 9081cc までの自動車を、1902年からは、エドムントルンプラーが、技術部門の責任者に就任し、エンジンの自社開発を開始する。これらアドラー製エンジンを積むモデルは、創設者、ハインリヒクライヤーの二人の息子であるエルビンと夫、そしてアルフレッド・シーブスの操縦により多くの自動車レースで勝利を収めた。 スタンダード6900年からは、オートバイの製造も始めており、自動車と同様に最初は、ドディオン製エンジンだったが、後に、自社製単気筒エンジンと、V 型に気筒エンジンを装備するようになった。しかし、自動車の売れ行きが好調だったため、1907年には、オートバイの生産を中止して、自動車の生産に集中するようになった。1920年代には、 カールイリオンの操縦により、アドラーはレースで活躍。この時期の人気モデルは 1550cc、2298cc、4700cc の4気筒モデルと 2580cc の6気筒モデルだった。1927年から1934年まで生産されたスタンダードシリーズはバウハウスを創設した当時の進歩的建築家、 バルター・グロピウスがデザインした、機能主義的で端正なボディが特徴である。スタンダードには 2916cc の6、気筒モデルと 3887cc の8、気筒モデルがあり、ヨーロッパ車として初めて油圧ブレーキを採用した自動車でもあった。1927年から1929年にかけて、女性カーレーサーのクレレノーレシティネスはスタンダード6で、 世界一周を成し遂げた。1930年12月、アドラーはモトールクリティーク氏の編集長でエンジニアでもあり、自動車デザイナーとして知られるオーストリア出身のヨーゼフ・ガンツをコモンエンジニアとして迎えた。1931年の1月に、ガンツはチューブフレームのシャーシにエンジンをミッドシップマウントし、 後輪にスイングアクスル式の独立喧嘩サスペンションを持つ車の開発を開始する。これは大衆車として設計され、5月にはプロトタイプが完成。マイケーファーと呼ばれた。しかし、会社の体制変更によって、ハンスグスタフレアが技術部門の責任者となると、マイケーファーの開発は中止され、アドラーは全輪駆動車の開発に集中するようになった。 1930年代には、全輪駆動のトルンプとトルンプユニオールを製造した。このシリーズは 995cc から 1645cc までの4気筒 SV エンジンを搭載し、ルマン24時間などのレースにも出場して多くの成功を収めた。他にも 1943cc のファボリートとカルマンが製作したボディに乗せたモデルなどがあった。 これらは第二次世界大戦が勃発するまで生産されていた。1937年にはアドラー2.5リッターを世に出す。このモデルは58馬力の6気筒エンジンを搭載し、パウルやアライがデザインした流線型ボディも相まって最高速度時速 125km を誇った。翌1938年には中型車アドラー2リッターが登場。 既存のエンジンやメカニズムを使った平凡な車であったが、しかしこれはアドラー最後の民生用四輪自動車となる。第二次世界大戦直後、ドイツでは自動車やオートバイの製造が厳しく制限される。アドラーは1949年の制限緩和を機に40年ぶりにオートバイ製造を再開すると、その後8年間にわたってオートバイを製造した。この間、 主力モデルのメガバイト 250S をはじめとしてに、ストロークエンジンの中小廃気量モデルを生産していた。また、連合国への戦争賠償の一環として、オートバイ設計部門の一部は、イギリスビッサグループのものとなる。同グループ参加のアリエルによって、その設計技術が利用され、2ストロークに気筒 250cc のアリエルリーダーと、アリエルアローが登場する。 アドラー自身が作るオートバイモニストロークモデルの見本として高い評価を得ていたが、1950年代後半にオートバイ業界全体の不景気が深刻になり、アドラーは事業の中心を徐々にオフィス機器の製造にシフトさせていった。アドラーはトライアンフと提携してトライアンフアドラーを生産したが、販売不振が続き、ついにオートバイの生産中止に至る。 1957年に大手家電機器メーカーのグルンリッヒに買収され、事務機器専業となり、その後オリベッティに売却された。アドラーの名前を持つ自動車やオートバイは消滅したが、アドラーが日本やイギリスのオートバイメーカーに与えた影響は大きく、スズキやヤマハが初期に製作した2ストロークに気筒エンジンは、アドラーのそれを手本の一つとしている。ありがとうございます。